かしら。ここをかして、ペタペタ。あ、見てたんですか。小鳥は雪だるまを作ってたんだ。かわいい雪だるまさんができちゃいました。ちょっと指がかじかんじゃったけど、小鳥も納得の出来上がりです。あ、小鳥の手を握ったら、あなたの手も冷たくなっちゃいますよ。今日はクリスマスですね。小鳥が雪だるまの中に入っていたら、あなたは抱きしめて溶かしてくれますか？もし溶かしてくれるなら、小鳥もあなたのことギュッて抱きしめ返しちゃいます。感謝の気持ちを届けたいから